おはようございます。まさ464K4 です。今回はパズドラ Z コラボが来てるので、Z 級行ってみたいと思います。パーティーはウルドパーティーで行ってみたいと思います。それでは挑戦する。まあ、ここは3つ消していけます。闇ちゃんと決まってな。OK。ここは一つ消しかな。まあ、でも三つでいけるんじゃないかなと思います。あ、落ち込んで消えた。OK。3回。ここが4つ消しかな。決めきれてなかった。水がちょっと残るかも。残ったね。まあ一旦待ってもいいし、まあ待ってみようか。ここなんかなってバインド、うわ来たバインド、めんどくさ、めんどくさやつ。はい、2ターン前のなんで次のターン回復。お、よし、落ちた。次なんで4回。おうおう、次ね2ターンで倒すとして、回復しながら4つ消し1コンボ行きます。まあ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 、消し1コンボでこれだから、4つ消し2コンボで抜けると思いますよ。あ、OK って言った。次5回だね。OK。先生が怖い。次のターンも先生来るんじゃないかな。そこが怖いんで、どうしようか。回復も含ませたい。ウルド使いまーす。ウルド使って、じゃあ、こいつも使います。んで、四つ消し、二つ作りの、はい、はいじゃねえ。ハート、すいませんまーす。抜けたでしょう。最後先生来るんだっけな。あ、来るよね。先生は注意のことだな。多分これで終わりじゃないかな。OK で次で抜きます。ちなみにですね、普通にやってるんだけど、ついさっき電話が入って一部カットになります。 OK。 はい、ということでパズドラ、パズドラというか、パズドラ Z コラボの Z 級、ウルドパーティーでした。まあ、結構、先生注意だね。先生でなんか、忘れてて死ぬ時がたまにあって、
HP1 にしてからの回復間に合わないで死ぬパターンとかね、あるんで、そこ注意していければ、まあ、コスト制限なくなったんで、いけるかなと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。